いやーもう圧巻でした。はいどうも、りゅうへいです。お願いします。はい、本日も、クロスポさんに来ているんですけれども、今から湯もみ片付けをするっていうので、その現場にちょっと立ち会えることになったので、その様子を撮らせていただこうと思います。はい、ポさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポさん、ちょっとお名前を教えていただければと。はい、じゃあクロスポベースボールショップの店長のもぐしと申します。そう、よろしくお願いします。で、僕あの湯もみ、はい、結構自分でもやるんですけれども、はいはいはい、ショップでいざ実際やってるのを見るっていうのは初めてなので、はい、そうですね、結構お渡しでお預かりとかが多いので、はい、あんま目の前でやることはないかな。はい、なのでちょっと今回見れるということなので、はい、なんかポイントポイントで説明とかしていただければなと思います。はい、それではよろしくお願いします。おー、叩き台久々見たー。テンション上がる。今日もう紐は結び目は全部もう外してしまって、僕も自分で湯もみやるときはそこ全部、はい、ああ、はいはいはい、こっちの方が、まあ、自分が思ってるメリットとしては指一本ずつにちゃんと関節がつけれるんで、はい、内野手とかだと特に、逆に外野とかは外さないです。外野はここが全部連動して動いてほしいので、はい、逆に外さない。あ、内野は、ここが逆に一個一個バラバラで動いてほしいんで、外す。で、ここまでいったらお湯に、はい、はい、つけちゃいます。じゃあ、行きます。はい、お湯は大体何度ぐらいとかって、温度は特に測ってないんですけど、はい、入れてちょっと熱いかなってことは45度とか、そんなぐらいですね。はいはいはい、湯もみスタートのバケツの中がやっぱり色変わるんですね。あ、そうですね。で、ちょっと拭いて、揉んでいきます。はい、最初基本的には土手をちょっと、内野用は、まあ、個人的にはもう全部柔らかい方が使いやすいんで、結構やっちゃいます。で、あとはこのヒンジのところ。いや、すごい力がこもってる。で、ここから指の関節をつけていくんですけど、基本的にははめて折れる場所って折れるようになってくるんで、まず根元としてここの部分がここに当たるんで、はい、ここをまず1本折ります。で、次にここを握っていくんで、ここはあんまり動かさず、はい、こっちの2本を、ここの関節ですね、おを気をつけて、で、ここは折っちゃうとダメなんで、はい、この2本だけこの関節をつける。で、こっからはちょっと好みなんですけど、ここも連動したいのでここもちょっと、そうすると人間の手と大体変わらないのちょっと関節ができるので、ここのグリスが揉んでると寄っちゃうので、なるべくこう分散させてあげて、で、たまにこの辺にシワがこう寄っちゃう時があるんですけど、はい、それに起こらないように、ここの中心から、周りに皮を伸ばしていった。
ていうのをやるとこっちに。次はウェブで、ここが一番硬いんでちょっと重点的に、で最初形を整えるまではハンマーはなるべく使わずに、はい、もう手だけでいくような感じ。やりやすいウェブ、やりづらいウェブとかってありますか？あります。紐が多いウェブ、これなんか特にそうなんですけど、こういうところに全部ウェブが入ってる。これがないただのクロスのウェブ、はい、その辺とかは割とやわらかく、この辺は結構硬い、紐が硬いので、こういう硬いやつは、紐が多いやつは結構重点的にやってあげる。で形を見てちょっとはめて、まあ、今こんぐらいかなっていうのを確認しつつ、今度ははめながら体重かけてる。そうすると多分見てもらうと、この折れる部分がここに来るようになってるので、こういう感じですね。でそれと一緒に体重かけていく。でこの時もシワができないように伸ばしながら。でここを柔らかくするコツとしては、ここだけやっちゃうとバランス悪くなっちゃうんで、ここです。一個手前も折ります。ここが今紐が、ここだと紐ないんですけど、はい、ここって3本紐が重なってるんで、はい、ここが硬いとこういうなっちゃうので、ここもちゃんと潰してあげる。そうすると小指が効くようになったので、すげえ。じゃあ次親指、親指を効かすコツとしては、普通に多分折ると、多分こうやって皆さん折るんですけど、うん、こっち前にっていう言い方なんですか、はい、こっちの手首の方に向かって折る、うん、っていうのと、あとはこれを逆に、いや、そんな折り方したことなかった今まで。潰して折るとここが全部柔らかくなるのと、あとここに形がちゃんとつくの ではめながらも、やってあげると、いや、もうめちゃくちゃ型できてますね。ナイヤ用のこういう形に近づいてってるんで、ただ一旦ここで結局これバラバラになってると形がつけづらいので、もう紐通しちゃいます。ああ、この段階で、はい、で、紐の通し方に関しては、型をつけたこのままの広さ、あーで、通すとさっきつけた関節が潰れずにできるんで、で、ちょっと広すぎると紐って伸びるので、はい、少しきつめに、この関節の広さよりも若干きつめに入れると、はい、あとで紐が伸びた後にちょうどよくなる。で、これに関してなんですけど、ここは締めちゃいます、小指って一番弱いので、はい、ここだけを、この芯があったり紐があったりっていうのをここだけで動かすのって厳しい、結構きついんですよ。そうすると例えば小指の効きが悪いグローブとか言って言うと、ここがポッポリ出た形が悪いグローブとかができやすいので、ここ締めてあげるとこうやって動かすようになるので、力が出しやすいんですよ。で、握力基本強いのっていうのが基本的にこの2本の指なので、そうするとここはつなげてあげた方が
まあ、連動性が上がるというか、でこれが入ったらもう一回さっきの一通りをもう一度やってやって、こういう結構綺麗な形に、で補給面は浮いてない、こういう形になるんで、こういう形ですね。でここから、ちょっとまだ硬いんで、ここからハンマーを使っていきます。でポケットを叩きつつ、この肘でこの感じだとここですね、もう硬いので一緒に潰してあげる。でポケット入れた位置に、で体重をかけた。これがポケット作り。そうですね。あとはここが潰れないようにもう最後に形を整えるっていうのが。だから熱くなるんです。力も。この作業の時に外側に一緒に引っ張ってあげる。外側。はめて、こっちのヒンジをかけます。ここを外に。これ逆もですね。こっち側を潰して。けども形は整えたので、あとは乾かしてスチーマーで最後、仕上げをしておしまいです。このぐらいにはとりあえず。なりますので、ちょっと冷めるとまた硬くなるので、最後スチーマーで調節をって感じです。スチーム入れるタイミングは大体どのくらいになったら入れるとかってあるんですか？中入れてちょっと湿ってる、ああ生乾き半乾き、そうですぐらいで、はい、こんな感じです。すげえこんな感じです。あとは大事になってくるのは紐のこの感覚がなってくるんで、これが今乾いて最後スチームもう一回入れると、さっき片付けをした直後のちょうど広さのになるので、それでベストっていう形です。すげえそうだ、ありがとうございます。はい、ということで湯もみの方やってきてもらったんですけれども、いやもう圧巻でした。すごいです、すごいです。もうやっぱ語彙力がなくなっちゃってあれなんですけれども、はい、ああやってできるんだなっていう、多分お店によって違うとも思うんですけれども、ね、すぐに真似したい、僕はやるんだったら。まあ、ね、スチームとかあるんで、はい、いろいろ難しい点もあるので、はい、皆さんも、まあ、基本的にはお店の方に頼んだ方がいいとは思うので、もちろんぜひちょっとクロスポさんで、はい、この珠玉の湯もみしてもらって、はい、お待ちしております。ぜひぜひ。はい、ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人そういくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております、はい。
現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。